大丈夫だって言ってくれ。うん。 はいみなさん、こんにちは。とつるさんち転生したイムだった件、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。え先週ね、また戦うこともなく、お話だけでね、終わっていくって流れになり、もう5週間くらいね、かれこれ戦いが描かれていないんですが、それでもこの作品がほんと魅力的で面白いっていうところが素晴らしいんですけども、先週ね、まさかのベルドラにお姉さんがいるっていうことで、ベルザードっていうまた女の子出てきました。さらには、その横に相棒と呼ばれる、その相 死亡っていうのがどういう関係を指すのかいまいちわからないんですが、まあ、ギーと呼ばれるねワルプルギスに参加するであろうミリムと並ぶね最強の魔王みたいな感じの男が出てきています、まあ、この男とねレオンがなんか不思議な関係でワルプルギスが始まる前にレオンを呼び出していろいろ話していてそこでの推測がね鋭くて驚くばっかだったんですけども、まあ、レオンはレオンでまたしたいことがあるっていうところで一体それがね前方が何なのかっていうのがまだわかりませんけどこの二人がもうワルプル リムルも参加する流れはもう確実になっているので、まあ、このワルプルギス一体何が語られるのか非常に楽しみですねただここでいよいよ僕の中ではあのユーラザニアの方で「あの中誌のヤムザ」こっちのお話先やるんじゃないかなっておふん いるんでゴブトたち駆り出されていますけどでどういう戦い見せてくれるのか注目したいと思いますというわけで皆様のね録画したものもしくは読ん,んだものを使って一緒に楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞさあスタートでーすトレントでしようかん なんだ大礼事。え何どこのお話これ。ジュラって言ってるから。きえあ、リームル。ベレトン、うん。はあ。あ、えなんだこれになんか入れるのかトレーニーさん。入れるとどうなるのなんか強くなったりするとかそういうこと 今までよりここでトレーニーさんもバージョンアップじゃないけどなんかあれなんじゃない能力向上みたいな実体的なことなのかなこれがある種トレーニーさんにとってのいや何だろうえええ <laughs> に何何 どうなのこれすると。うん。あ、進化なんだ。今の。いやー、すごいね。あー、そういうことか。だからあれを削り出したんだ。いやすげえじゃん。 パワーアップってことでいいのかないや <laughs> ここの関係いいね今のラミニスのやったねの言い方よ <laughs> めっちゃテンション上がってんじゃんか <laughs> うんいやこれこの流れワルプル先やってくれんのいや もう、正直、5周だろうが6周だろうが、バトルはなくてもいいよ。なくても面白いからさ。それに、どっちかっていうと、ユーラザニアの方の、あの、ヤムザの戦いももちろん気になるよ。ベニマルたちの活躍。けど、こっちのワルプルの方がさ、皆さん気になりません僕はもう、こっちの方を見たいんだよね。 だからもしこのオープニング開けて本編の方でワルプルから始まるんだとしたらめっちゃ嬉しいんだけどな。なんかオープニング終わって本編行ったらさ、結局こんだけ言っといてヤムザの方をやるとかそういう展開になりそうな気もするんだけどね。いや、どっちかな。いや、わからんけどこれでラミリスとリムルが今から仮に ワルプルの方行くんだとしたら、あれだよね、前回ベルザード来ないようなこと言ってたけど、ベルドラ俺来る流れになると思うんだよね。それで結局後悔するんじゃないかな。ベルザードは参加しなかったこと。前回なんか能力がみたいなこと言ってたけど、あれは、あれなんだね。皆さんのコメント見て分かったんだけど、リムルが能力を抑えろって言ったことによって、あのベルザードは勘違いしちゃったっていうのがあったんだね。 そこら辺を補足してもらって助かりました。さあ、43問開演のアイス。これはやっぱあれか。ユーラザニア先かなおう。うん。そこに誘い込むのね。 あ,あ、これ、先代のあれかなこれでなっちゃったんだもんね、この人この人じゃないけど、多くは。うん。いやー、期待してるよ、ベニマルくん。いや、だからまたあれなんだろうね。あそこ、そこ。あっえ滑るものやば 作敵のすごいバージョンみたいなそういうこと <laughs> やばいね侍大将としての力量がますますうんええ <laughs> ついでについでに落とせるん2人 ?2 人で いくらクレイモンはいないと言っても、そしてシュナどうしたうん。うん、ミニムね。いや、確かに。いや、めっちゃ。えあ、シュナが来るの <laughs> マジ三人で攻め込むの クレイマンの城にクレイマンはいなくてもまたなんかいるんじゃないそこには。幹部的なのは。いや、戻る場所なくなってたらイェイザマーって感じだけどね。いや、そうえ。うん。まあ、白狼がいれば、あカリオンか。いるのかね。 いや怒ってても可愛いシュナうんいやなんかこんな戦に行くっていうのにこのシュナの落ち着きをいや今回は貴人族がだからめちゃくちゃ活躍するっていうお話になりそうだねいや,いや白朗さんが逃げるような展開になったらもう終わりでしょうよ シュナーの能力ってどんなだったっけちょっと忘れちゃったな精神干渉系だったっけいやーワールプルから戻ったクレイマンはもう何もなくなるってことだねあー前回のあれかハゲの人とそことやっぱ戦うことになるのかね うん、信者的なね。いやー、あなどんない方がいいんじゃない意外と強いんじゃないそいつらが。<laughs> いやいやいや、ご機嫌すぎない戦いの前に。ん何これすごい足音。やむざか。んどこの舞台だこれ。 とりあえずジュラじゃないねもうこれはあれかな誘い込まれてる感じなのかなすぐにうん上から見てる <laughs> マジっすかさすがだといいんだけどねこうやって言ってると怖くない いや、アルビス好きーアルビスかわいいスフィアも好き三重詩いいよねーうーん、まあ、ユーラザニアのメンバーってさ熱い感じがする分さなんか忠義とかもすごそうだよね一回仲良くなるといやだからそんだけ言うと怖いんだよなすごいフラグ立ってる気がして え数名あのミリムのとこのやつとヤムザとまた別にいんのかなんか紛れ込んでやばいやつとかうーん一義あるような気もするおお 三重詩の活躍か。<laughs> 食えない人だな。うん。これはもうベニマルも、ああえなんでどう連れんのあ、もう 罠。<laughs> やば、あ、え。やんない。うん。ああ、捕虜にするんだ。ああ。取り込んじゃうのね。いやー、すごい、そこまで考えてるんだ。いやー、本当に。 ねえそこまでねベニマルというベニマルがすごいのかリムルがすごいのかあっゲード頑張ってさあ大奥たちの活躍今度は味方としておおえ なんだ地形が。あーこれで落とし穴。うわわわわわやば。めっちゃ深いんだけど。<laughs> しかも落石みたいになって、ついでに。ああ、飛べるやつもいる。んー、けど空中出てきたところはガビルなんだね。太鼓持ちたちと。いやーもう。 ンスラ日記を見すぎて、こいつらがこんな戦ってるところ <laughs>。不思議でしょうがない <laughs>。いや、もう集中集中戦いに。うん。で、また出てくるところにすでにあれなんじゃないまたいるんじゃないのもう。だよね。分かってた。あとはもう、潜る叩きだね。登ってくる奴らを。ああ、そうかちゃん。 いや、もうほんと圧倒的な感じはするなーだから紛れてたあれだね。アルビスが気配察知してた相手だけだろ、あとは。うん。え、ここなんかいい感じになっちゃう。あれあんのかなもしかして。結構ほら、恋愛も描くじゃん。あ、遊劇。 うん。ほう。いや、それぞれどんなあれになるんだろうね、カードに。楽しみだけど。いや、かっこいい。アラビスかっこいいわ、マジで。さあ、まずはどこからでしょう。一人ずつやっていくでしょう、多分。あれはガビル。あ、アスフィア。え、飛べるのなんで飛べるのこれジャンプ 何でガビルがつくんだね一緒にうんつった今 <laughs> どこに行ってるんだスフィアあっミリムのいやーもうすごいいろいろ見えるんだね多分。 んなあ、クレイマンのハ下カがね、一瞬見てる奴らなのかと思った、今、そうかとか。いや、やっぱこいつら戦うことになりそうだね。だからそこがあれだね、今回のベニマルのユニークスキルが。 いや、どうすんのこいつら。あ、ここが来るのか。え、マジえ、ってことはガービルはこのどっちかとやるんだ。そういうことえマジでガービルさん。いや、スフィアもあれだけど、ガービルがちょっと楽しみなんだけど。うん、フォビオは誰なんだ んかなあーやっぱそうだてか一人で来たの二人相手にいやいやいやはどうなのよいやーこの二人はどれくらいなんだろうね実力は。 めちゃくちゃ強そうな気がするんだけど気のせいいや頑張って頼むよいやこのノリ <laughs> これから戦うっていうのにいやちょっと油断しちゃうわ気が抜けるというか いや、マジで、ちょっとうーん。やっちゃえ、やっちゃえ。いや、うーん、無理しないでね。誰か来ないかな、ここにも。せめて。一人くらいさ。うーん、どうかなー。早い。急に、急に早いとか真面目なこと言うんだね、このフットマン。 んあっまさかの、ゲルドああいいねーああやばいやばいちょっと、重量級の戦いじゃんいいよ、いいよ うん、まあ因縁あるからなこいつらにはうんああそこら辺ちゃんと把握してるんだこっちもすごいじゃんアダルマンって誰だっけうん ああ、やむぞ。分かってんだぞ、そこら辺 <laughs> やー。やべえ、やべえ。はどういうこと認めてどうすんのじゃあ逃げんのか。え何するんだアダルマン アダルマンって何もう名前覚えてないから出てきてるキャラなのか出てきてないキャラなのかがわからん、うん、あっえ逃げる気こんだけ言ってああ逃げるんだけど多分逃げれないだろうね <laughs> ここは誰だろうねじゃあ、アルビスかもう。うん。んいや、誰だなんか打ち消してんの。誰がやってんのいや、もうやられてんじゃないうんだと思った。あっ石化ってことは、アルビスか そういう感じじゃない多分だよねえヘビだしヘビ <laughs> だよねこの子は多分いやーいいねやっぱ30人の中でもアルビスはトップなんだねこのヤムザとやるってことは いや大体いいこの本気でっていうやつは負けるからねいやだからこの件どうなるかなうんいやなんか古典版にしてほしい やったれ、やったれ。<laughs> いや、もう、ここはもう、圧勝してほしいんですけど。いや、意外とやるのか、やめんも。まあ、あっちも筆頭っててたしな。 いや、音、<laughs> 音がすごいぞ。んえもう何こいついや、大丈夫かその、視線外した隙に。いや、うん、ほら。いや、けどこれもあれなんだろうな、多分。いや、大丈夫なはず。大丈夫だって言ってくれ。うん。あ <laughs> こうた。 ああうわあまさかの <laughs> かっこいいああ出てああみんな入ってたの影縫いだっけうん。ああベニマルすごいねすべて,て、選曲見てちゃんと。 やったれ、やったれ。いやけどこれ、五タで勝てちゃったらすごくないあっちの筆頭に。五タも強いけどさ、ほら、テンペストの中では。うん。ダ <laughs> メ、ダメよ。ん、おう いやもうこいつ卑怯じゃねえ。さっきから。うーん。けども師匠に比べたら大したことないだろ。いや、お前が言うさっき、後ろから冬打ち食らわしたくせに、うん。それはそしてダメ。ダメだよ、ブタうーん。やれやれ。見たい、ちょっと。 あ、やらないのね。やらないのね。ちょっと見たかったけどね、ゴブタの活躍も。<laughs> ダメか。まだちょっと力足りないのかな。ね、こうなったらもうやっぱアルビスさん。いや、終わっちゃうか、これ。終わっちゃいそう。あー、次週だ。 ね、うわーああけどこれでカードは分かったねいやけどやっぱヤムザだよねここのカード一番気になるてかもう助けに来た面々が <laughs> いいわ <laughs> まさかのガビルゲルドはまあもうなんかね強そうだしあれなんだけどいやーどうなるんだろうそれぞれのこの3枚の戦いは 来週はだから、まあ、引き続きバトルで、今度は、ワルプルギスが見れないっていう流れなんだね。もう、もう確かにずっとさ、会議ばっかでバトルは求めてたけど、ワルプルが今度気になっている時に今度バトルにすり替わるって、このやらしい手法よ。また2、3週これ描かれないんじゃないのワルプル。 こっちの戦いだってそう簡単に終わんないだろう。う3枚のカード来週全部やるかな一周で。で、ベニマルはもうあれかね今回は戦闘という部分では出番ないのかななんか白狼とかさ、宗栄たちはシナも含めクレイマンの城にって言ってたけど。だからそう、クレイマンの城の話もあるから、 やっぱ当分ワルプルはないね。 この流れは、まあ、あとは今回冒頭にトレーニングさんが進化する流れね、まあ、あれがどれほどのもんなのかちょっとわかんないけど、その移動制限っていう部分が解除されただけじゃなくて、絶対に全体的に能力っていうのは上がってると思うんだ。あんまトレーニングさんって戦うところはないけども、やっぱ今回ラミニスについてワルプルギスに参加するっていうところで、まあ、能力的な部分の底上げっていうのは、あの場所に行けるっていう理由だけでなく必要だったのかなと。そして今回ベニマルのユニークスクイーーの話出てきましたけど、まあこうなっ ってくると今出陣している他の面々のユニークスキルっていうのも一体どんなものがあるのかねそのお披露目楽しみにしておきたいなという風に思っておりますはいというわけでね以上動画お登録しましたバイバイ